戻ったー。やばい、これエドワードの声だ。え、エドワードの声じゃない？やられたー。あ、やられたー。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿していますので、ちょっとでも興味があったらチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてアニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーからチャプター機能をご利用ください。はい、というわけで今回もやってまいりました。シャドウハウス見ていこうと思います。第12話ですね、最終回一歩手前ということで見ていこうと思います。なんか今回は原作にないアニオリの展開らしくて、まあまあまあ、なんかでも原作者はしっかり原作に繋がるように書いてるとのことなので、まあなんかアニメ勢も原作勢もワクワクしながらこの話の結末を見守るというね、なかなかドキドキした展開になってるんですけれどもね。はい、まあ楽しく見ていこうかなというふうに思います。それでは見ていきましょう。シャドウハウス第12話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ、オープニングから入っていく。いや、もう本当にな、このオープニングも最後かもしんないんだよな。13は多分ないだろう。いやー。いや、やっぱりこの曲はね、歌詞がいいんですよね。やっぱり刺さるよね。この生き人形と、このシャドウ家とかいう、そういう、こういう世界観がね、表現されてる。いや、このラムのね、このシーンのね、歌詞なんか特によね、このラムとシャーリーのこの関係性がうまいこと作られててめちゃくちゃいいなというふうに思いますね。いやー、この、今聞くとね、また変わってくる。1話で聞くのと、この2話で聞くのと、この話で、何？この段階で聞くのではもうだいぶ違うよね。っていう茶番ももう終わりなんですけど。いやー、てんてんてん。この糸目の子もまだ知らないな。なんかあの、雲ですが何かの白みたいな女の子。ドロロ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 。いやー、いいよなー。でもこの世界観をこう表したこの曲の作り方っていうのは僕はいいと思います。あえて歌詞をね、載せないっていうのはいいんじゃない、やっぱり。いやー、でで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 でんてん。いや、気になるなー、マジで。おじい様と共にある塔へ。そうだ、女エドワード。でも見た目エドワードだな。うわ、うん。あれ？なんか、あ、でもそうか。顔のない人形の服を着てたみたいな話をしてたね。そういえば。これはあれか。素の能力で音を変え、なんか声を変えてんのかもな。素を通して音の波形をいじってるとか。そうか、ケイトに対して質問させようのか。やっぱりケイトについて探りを入れに来たのか。そうね、生き人形だもん。お腹は空いている。かわいい。のし上がるために利用すんのか、エドワードは。懐中時計、11時。うわぁ、突き出すのか。利用して反乱を一緒に起こしてくれるっていうことはなさそうだな。ジョン様。ショーンは頭いいからね。ジョン様と違ってな。ショーンは賢いよね。しっかり頭が回るよ。
リッキーみたいにプライドが邪魔しないしね。ラムがいればなぁ。まあなぁ。そうだよ。行ったとって帰れるかもわからんからな。顔の見えない人形。言っちゃって奴隷よなぁ。ああ、顔のない人形のふりすんの？かわいい。超かわいい。超かわいい。ああ、食べてるふりしてんのか。かわいいな。姫様拷問の時間ですみたいに。あれしよう。ラーメンとかいろいろと出そうぜ。強情すぎてイライラしてないか？エドワード。これエミリコに影響されて怪獣されそうだな。寝てる。かわいい、エミリコ。いいじゃないの。おお。根っからの前線に触れていこう。わお、これ、前線に触れていこうぜ。エドワード。エミリコ好きになっちゃうよ、エドワードも。エドエミ、エミエド、どっちでも僕はいけます。お。おー、けどさ、トラップとかどうすんの？さあ、でもまだルーとさ、リッキーが。まあ、そうね。あ、そうか。すれ違っちゃうもんね。言ってたよね。上の階に行きたいって言ってたね。エミリコをね。あ、そうだね。あー、ルー、目が。ん？なんだ？修学旅行の先生みたいに。やばいやばいやばい。みんなで、うわー、バーバラとバービー？ばい。そうだ、ダメだよ。やばいやばいやばい。やばい、なんか、修学旅行中に教師が来たみたいな。やばい、バレる。頼む、頼む、任せた。イライラしてる、イライラしてる。何しに来たんだ？やばいやばい。いや。わお。言い方が悪い。あー、どうしてる？ダメだよ。変わらない人形。えー、ルイーズ大丈夫？ラムっぽくね？
ええー、強っ。生き人形の部屋。え、ルイーズ強っ。っていうか、おじい様直系じゃね？これ。この洗脳に近い能力は。さあ、バーバラとバービーが来たけど。いや、便利すぎない、ルイーズ。それぞれやっぱり能力があるのか？細かい操作だったりとか、音を変えたりだとか。割と異能力系だな。ジョン様は何なんだろう？単純なすすりをかな？俺も。ええー、そうなんだ。うわ。だから、バーバラも味方に引き入れたいね。バーバラたちも、これ味方に引き入れられないかな？エドワードを潰すために。そしてバービーが何かを思わせぶりな目線を送ったけど。うん。なんでそういうこと言うんだ！パンチ！お前も、すすを吐かしてやる。わあ、パトエミ尊い。あ、戻った！よしよしよし、徐々に戻ってきたぞ。もう気づいたらジョンパンチしようとしてるじゃん。ダメだよ、ジョン様。脳みそが筋肉でできている、ジョン様。精神年齢が5歳と変わらないんだが。達観しているのに、大人なのに。気質は。ケイト様。似合ってしまうのが恐ろしい。まあ、悪いも悪くないもないと思うけどな。まあ、サイズ感的にはぴったりでいいな。まあ、そうね。途中まで協力してくれたことに感謝だ。すごいね、すす能力。ルーも戻ろうよ、ルー。なんか自分大好きだけど、なんか自分のことを好きな人も好き。戻った！なぜ？期限切れか？な、顔上げてもわかりません。さあさあさあ。いやー。いいなー。ルーもルイーズもいいなー。いい子やなー、全員。癖が強いだけでいい子や。そうねー。リッキー戻ってるよ。そうだね。あ、パンちゃん。パンちゃん操ろう。よし、こう。任せ、ケイト頑張れ。ジョン様。まあ、気づいたらジョンパンチがあるけどな。
ジョンパンチは爆弾に匹敵する。いい子や。ケイトもいい子やな。でもなんか、こう感じるとやっぱりケイトとエミリコの声が違うのもなんか伏線だったりするのかな。ケイトだけこう反乱分子だったりシャドウ家の理屈を理解してたっていうことだけど。さあ、通してもらえるのか？合言葉はって言われたらつまない？あ！ってなる。まあ、喋ることもできないか。ああ、開けてもらえた。よかったね、なんか合図的なものがなくて。さあ、行ったわけだ。そうね。見回り強化されてるしな。行こう行こう。でも心配か、やっぱり。さあ、ティーセット。うわあ、これで、コーヒー飲ませたのか。ああ、コーヒー？そうね、裾を混ぜてるっぽいよね。なんだ、風が漏れてる。どうなるかっていうとこですよ、こっから先。さあ、おじい様のいる塔へ。あら、エドワード。なんだ？うわ。うわ。ケイトを使って。そうだよ、言わないで。けど、いじってるよな。うん。わお。嘘だよ。騙されないで。騙されないで、ミリコ。ケイトから聞かないとわかんないよ、そんなこと。人間のこととか言っちゃダメだよ。大きな子。何？鍵がかかってるけど。いないいないいない。この中にいるの？違うよね。いないよ。すが上がってる？え、別のシャドウがいる？あ、これあれか。新しいシャドウか。あらー。かわいいわね。え、ついてきちゃってるけど。毛布が。パンチ動いてる。パンが食いたいんです。いるよ、近くに。うわあ、ここ良かったよな。うん。イエース！よら。いけ！攻撃だ！よー！音でわかるぞ。ケイトだ。
え、違う、別人だな、これ。上か。ああ、糸目の子、この子か。生き人形誘拐事件。生き人形誘拐事件です。パンちゃん隠してるね、これは。あ、違う。開いた。そうだ。そうそう。ずっと諦めてないよ。近くにいるよ。うん。近くにいる、近くにいる。なんとか聞こえないかな。いや、でもこれさ、あれいるじゃん。あの仲間たちが。やばくないか？勝ち合わない？侵入者？読まれてる。3階、3階か。ん？ 2 階か？助けよ、助けよ。そうだ、これがパンチャンアンテナ。頼む頼む。来た来た来た。見つけた見つけた見つけた。開けるのはいいが、エドワードは？どうやって声を？やばい！これエドワードの声だ！え？エドワードの声じゃない？そうだよ。おかしいよ。違うよ。エドワードの声だ。今のはエドワードの声だ。やられたー！やられたー！おーい！ここで終わりかよ。ここで終わりか。いやー、見たかった、もっと。いや、いいとこで終わったな。いやー、もう本当に、ごめんなさいね。来週は月曜更新になるんですけど、いやー、ここで終わりか。あー、マジかー。いやー、もっと続き見せてよ。いやー、マジか。やばいやばいやばい、見つかったよ。いやー、やられたなー。いや、もう来たとこまで読み切ってたのか。そうか。あの人形が動いた時点で。いやー、次回気になりますね、めちゃくちゃ。あー。いや、面白いわ、シャドウハウス。いや、でもさ、ルーもさ、リッキーも戻ったから、よかったよかった。いやー、いいですね。いや、いいね、いいね、いいね。おう。シャドウ家のために、次回最終回。いやー、おう。はい。というわけで見終わったわけなんですけど、いや、やばいね。これめちゃくちゃいいな。
ああ、マジか。こうなるのか。なるほどね。ああ、こう攻めてくるのか。こう攻めてくるのか。なるほど、なるほど。いやー、気になる。これどう脱出すんの、次回で。いや、これさ、エドワードなんとか身内に引き入れられないかな。一緒に反乱してさ、なんとかしようぜ。その出世欲をさ、もう破壊しようよ、エドワード。これ俺エドワード仲間になる気がすんだけど。でも怪しいとこだよな。なんかエドワードはしつこいボスっていう感じもするんだよね、すごい。常に何かをするにあたってもエドワードが邪魔してくるみたいな。すげえお邪魔虫的なキャラになりそうでもあるんだよね。いやー、マジか、やばいな、これ見つかったな。いやー、エドワードの能力もなんかシンプルだけど太刀が悪いな。絡め手に強すぎるな、こういうやり口。でもなんかこういう風に、何?周りを蹴落としてきたんだろうね。この音を使ったり、声を使ったりとかして。いやー、マジでどうなるんだ、これは。気になるなー。いやー、ニオリなんでしょう、これ。どう戻ってるんだろう、原作だと、ルーとかリッキーは。だってこのアニオリで戻るってことはまた変わってくるわけでしょ、原作とは。だからなんで戻ったのかっていうのも気になるけど、まあまあ、あれはそういうものだと考えるのが一番手っ取り早いかなとは思うんだけどさ。いやー、ルーのさ、すす能力もめちゃくちゃ強いよね。あれ、チートというか、あれさ、おじい様にかなり近い能力だよね。直系かなんかなのか。やっぱりそういう系統があるのかな?洗脳系とかさ、そういう、何?ハンターハンターじゃないけど、強化系、変化系みたいな感じで。なんかあるのかな?操作できる系の能力だったり、爆発させる能力だったり。いやー、でもエミリコはよく我慢したね。いやー、うまいこと絡めてに。いやー、よかったよかった。友情、愛情。何?わかんないけど、矢吹城みたいなところですね、本当に。いやー、もう、ちょっとさ、気になるよね。ちょっとハラハラしながら見てるよ、俺は。こう、むずむずしながら。怖い。いやー、でも、まあでもよかったね。リッキーとか戻ってよかったけど。いや、ジョン様もいいよな。ジョン様、とりあえずジョンパンチっていう、なんかもう、脳筋思考もいいね。いやー、マジ続きが気になる。いや、これ見つかってどうなるんだ?いやー、やられたー、マジ。エドワード、たち悪いなー。本当に厄介な敵なんだろうな。多分味方になったら役に立ちそうだけど、でも味方になるのかなー。難しいところではあるよなー。出世の方が大事っぽいもんな、反乱するよりも。まあ、難しいところですが、まあ、次回もまた楽しみに見ていきたいなというふうに思いますので、ぜひとも次回も見ていただけたらなというふうに思います。はい、というわけでこんな感じで終わろうと思います。はい、というわけで今回のまとめ、ズドン。チャンネル登録お願いします。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。エミリコ、ケイトとか、エミリコ、ケイト、尊い、ケイト偉いねとか、ジョン様好きとか、ショーンかっこいいとか、リッキー、ルーお帰りとか、ルイーズ様強いとか、まあ、あとはパトリック様の能力だけだよね、気になるのは。いやー、もう本当にね、これからもう終盤でめちゃめちゃ楽しみになっていきますので、ぜひともチェックをよろしくお願いします。次回の更新はね、申し訳ないけど月曜になりますので、月曜お楽しみにという感じで。はい、というわけで、以上、シャドウハウス第12話でした。バイバイ。